い、じゃあ今日も行きましょうか。はい、どうもこんにちは、帰り旅のガーナでございます。タス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 ということで始まりました第5回目のジャストアウトオブキュリオシティ。今回はですね、前回まとめて質問にバーッと答えるって言ったんですけども、ちょっと一回やってみたんですけど、あんまり、内容がないさらっとした感じになっちゃったんで、とりあえず今回は一つの質問にお答えしていこうと。二つの質問に同じような内容の質問が二つあったので、そこをまとめて一本の動画にしようと思ってます。じゃあ今日の質問いきましょう。全身ユニクロでユニクロを買いに行く人間なのですが、ファッションブランドについて全く知識がなく、周りの友達の話についていけません。そろそろ自分もある程度のブランドの服を着たいと思っているので、何かおすすめのブランドあったら教えてほしいです。ちなみに自分は大学生です。はい、そんな感じですね。まあブランドに関してはね、やっぱり好みがあるので、僕が個人的にこれいいですよって言って、まんま着ても多分面白くないと思うんですよ。いろいろその悩んでるのも楽しめるぐらいの感覚でいた方が多分いいと思うので、やっぱりコンビニでもいいんで雑誌を立ち読みとか購入して読むとかがいいかなと思ってます。雑誌はね、やっぱり最初はコーディネートがいっぱい載ってる方が分かりやすいと思うので、スナップ写真のやつでもいいですし、でそのスナップ写真だったら下の方にね、その例えば T シャツ、わこの人の着てる T シャツかわいいとかなったら、その T シャツのブランドの名前とか書いてるんで、で今だったらもうブランドの名前検索したら普通にそのサイトにつながって、そこで洋服が見れたりするから、多分そっちの方がスナップの方がいいかなと思います。コーディネートで調べるんだったらね。僕らの時だとどうしてもネットが発達してなかったので、昔は雑誌しかなかったんですよ。雑誌で情報を入れるしかなかったんですけど、今はおすすめのバッグが知りたいと思ったら検索かけてパッておすすめのバッグが出たりするじゃないですか。例えば前回のスニーカーも普通にスニーカーのおすすめで検索して僕の動画に来てくださってる方もいたりするので、そうやって見てる方も多いんですけども、それはいいと思うんですよ。それはそれですごいすぐ情報が入るのでいいと思うんですけど、他の知識が入ってこないじゃないですか。バッグについては、わこのバッグおすすめやなと調べたら、ネットで調べたらこのバッグおすすめやなとすぐ分かるんですけど、他のものが入ってこないんですよね。雑誌だったら逆に興味のなかった洋服に関しての知識とか、洋服に関してのブランドとかね、もういっぱい載ってるわけじゃないですか。パッと見たら、うわこのブランドかっこいいと思って検索かければもっとそのブランドのことが知れたりするので、自分が好きそうな雑誌を見つけることがいいかなと思います。で洋服が好きになってきたら、今度はそのコーディネートのがいっぱい載ってるようなんじゃなく、この商品おすすめですみたいな方に行ったらいいかなと思ってます。まあどっちも載ってるから雑誌やったらね、多分その雑誌をねまず読んで、その全く知らないところにパッと足を踏み入れるじゃないですか。全く知らないブランドの特集とか組まれてて、うわすげえ、何このブランドってなったら、多分そのブランドのことをもっと知りたいと思って検索かければいいしと思います。でわざわざ買う必要ないかなと思ったら、もうコンビニで立ち読みしてそのブランドだけメモっとけば、後で調べればね、いろいろ見れるんで、それでいいと思います。でね、同じような質問でシャツに関する質問で、なんか安くておすすめのブランドのシャツありますかっていうのがあったんですけども、個人的にはね、安くていいって言ったら、やっぱ僕もうこれ今着てる無印のやつがすごい僕気に入ってるんで、無印を押すんですけども、他となると、まあね、例えばなんですけど、セレクトショップのオリジナルでやってる服とかあるんですよ。セレクトショップってセレクトショップなんで、ブランドをセレクトしたお店なんですよ。例えばビームスとかユナイテッドアローズとかアーバンリサーチとかいろいろあるじゃないですか。ナノユニバースとかシップスとかは、そのシップスっていう服を売ってるんじゃなく、もともとセレクトショップなので、そこがいろんなセレクトしたブランドを扱ってるんですよ、っていうのがセレクトショップになりますけど、そのセレクトショップのセレクトしているアイテムはどうしても値段がやっぱりね、いいものをセレクトしているので値段が上がるんですけど、セレクトショップのオリジナルブランドっていうのがあるんですよね。セレクトショップに行けば、例えば T シャツとかもそうですし、シャツとかもセレクトショップオリジナルのシャツがあるんですよ。そっちだったら普通のセレクトしてるブランドよりも値段はちょっと低めですし、着やすいかなと、買いやすいかなと思います。つって僕そんなにね、いろいろセレクトショップ回ってるかって言ったら回ってないですけどね。まあセレクトショップがいいかなと思います。
そのオリジナルがね、セレクトショップのオリジナルが着やすいかなと思います。このぐらいかな。あと帰るたびのね T シャツたくさん注文いただきましてありがとうございます。なんかね、いろいろ質問いただいたんでね、ちゃんと答えていきたいんですけども、今回はこのぐらいで、ちょっとね今日も夜遅いんで、 T シャツのコーディネートを教えてくださいとかもあったので、そこもねしっかり答えていければと思ってます。はい、そんな感じで今日は早歩きですが、今日も早歩きですが、じゃあ皆様おやすみなさい。タス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 。